成人の日の今日、各地で二十歳の集いの式典が開かれています。で、高校の時の友達とマスクなしで会えるっていうのはやっぱり感慨深いものはあります。はい、新成人頑張ります。横浜市では国内最多となるおよそ3万5000人の対象者を住んでいる地域ごとに3回に分けて式典が行われます。新型コロナの5類移行を受けてマスクの着用義務がなくなり、素顔での同級生との再会を喜ぶ姿が多く見られました。千葉県浦安市の東京ディズニーシーでも恒例の二十歳の集いの式典が開かれました。ステージ上ではディズニーの仲間たちがお祝いのスペシャルショーを披露し盛り上がっていました。